凱旋門に我らが旗を。ゲストサイヤーの決勝、影なき逃亡者、無敗の二冠馬。世界の王道ロス、スタートしました。ベレーヌ、これはいいスタートを切りました。おっと、ボンジュー、遅れてしまいました。ダッシュよく、ベレーヌス。シルバーペイトリア、後方から、では前の方から見てみましょう。ドバイミレニアム、先手を取りました。ベレーヌス、その位置に続いています。好位置をキープしています。さあ、その外にゲルコンドルパサー、さらにはオナーグライド、内からはデイラミ、その外からザール、内からはダムルマ、並んで G1 3勝、ロルジア、外にモンジュー、ハイライズ、すぐ後ろ、その隣にタロロゲ、タイタノ、この馬もこのグループ、その横にアドマイヤベガ、すぐ後ろにシルバーペイトリアーク、最後方にハイフタラ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。9番ベレヌス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、 G1 7勝か、2番手を追走、ピンクの帽子ドバイミレニアム、その後ろオナーグライド、それに続きます。すぐ後ろにデイラミ、その後ろにエルコンドルパサー、並んで欧州の至宝ザール、すぐ後ろにハイライズ、並んで16番ボンジュー、内からはゴルジア、先頭は依然としてまだ粘っています。2番手はカードバイミレニアム、3番手カー、これはいい位置につけています。ベレヌス先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ベレヌス先頭、外から勢いよくドバイミレニアム先頭カー、まだ後ろ懸命に前を追っています。残り 200m を通過して、先頭は変わってカロロエ、カロロエ先頭、カロロエ先頭、カロロエ先頭だ。モンジュー激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。